皆さんこんにちは。デビューから30年近く経った現在もますます進化を遂げられている演歌歌手の坂本冬美さん。幅広い世代に親しまれている人気歌手で、今も第一線で活躍し続けていますよね。中学時代から憧れていた石川さゆりさんを目標に、演歌歌手として数々のヒット曲を世に送り出します。ご家族の不幸などで一時期芸能活動ができなくなった時期もありましたが、現在は歌手活動のみならずバラエティやドラマにも出演していますね。復帰後はポップスやロック調の曲を歌唱し、新たな境地を開拓されています。そんな坂本冬美さん、過去にはいろいろな熱愛の噂もありましたが、実は独身なんですね。ちょっと驚いた方もいらっしゃるかもしれません。今回は坂本冬美さんのプライベートと現在についてお話ししていきたいと思います。坂本冬美さんのプロフィール。名前坂本冬美、生年月日1967年3月30日、出身地和歌山県西室郡上富田町、血液型O 型、星座お羊座、出身高校和歌山県立熊野高等学校、カラオケ教室で練習。坂本さんは中学生の頃、石川さゆりさんの大ファンで演歌歌手を夢見ておられたそうで、1985年に高校卒業後、地元和歌山にある梅干しの会社に就職され、塩分などを調べる検査員のアシスタントとして勤務される傍ら、本格的に歌手を目指してカラオケ教室に通い、歌の練習に励まれたのでした。演歌歌手として見出される。そして翌年の1986年、 NHK 勝ち抜き歌謡天国の和歌山大会に出場すると、いきなり名人を獲得。さらに同年、関西演歌大賞カラオケコンクールでも優勝を果たされると、勝ち抜き歌謡天国で歌唱指導をされていた故猪俣公章さんの勧めで上京。1986年の4月から11月まで猪俣さんの内弟子としてレッスンを受けられたのでした。その際、猪俣さんの運転手や料理など身の回りの世話をされ、歌だけではなく生活の細々したことも経験を積まれたのだそうです。デビューは、そんな坂本さんは1987年暴れ太鼓でデビューすると80万枚を超える大ヒットを記録。その後も1988年祝い酒、1989年男の情話、1990年雨上がり、1991年火の国の女、1992年男惚れ、1993年恋は火の舞剣の舞、1994年夜桜お七、1995年渦潮と立て続けにヒットを飛ばし、演歌歌手としての地位を不動のものにされたのでした。坂本冬美さんに結婚歴は？まず坂本さんは独身で、過去に結婚歴もありませんでした。50歳を超えても結婚はせず、独身を貫いていますが、年齢を感じさせないほど美しい坂本さんですから、当然男性はほっとかないですよね。実際、恋愛や結婚の噂など、過去にいろいろと浮上していました。未だに過去に結婚していたと言われることがありますが、実際には未婚です。坂本冬美さんが結婚しない理由。坂本さんが結婚しない理由について、48歳の時に結婚願望があることを言っていたという事実がありました。当時ゲッターズ飯田さんに恋愛運を見てもらい、再来年にいい出来事があると言われて期待していたそうです。しかし51歳になった現在も未だ独身という状態です。ご本人としては、いい出会いがあれば結婚したいそうですが、なかなか男性との縁がないみたいですね。自分で思っているよりは結婚願望がないというか、そこまで熱心に婚活していないのでしょう。とても綺麗な方なので、
早く素敵な方と巡り会えることを祈ります。かつて結婚を決意した男性がいた？坂本さんはかつてジャイアンツ監督として活躍していた星野仙一さんと噂になったことがありました。2003年当時の坂本さんは36歳、星野仙一さんは50歳でした。星野さんはそれより前に白血病で奥さんを亡くしています。しかし二人は一度も会ったことがなく、根も葉もない噂ということで否定したそうです。星野さんはスクープを取り上げた出版社に対し法的措置を取ります。坂本さんが星野さんの子供隠し子を産んだとまで言われてしまったので怒るのも無理がないですよね。実際はデマだったのですが、でっち上げスクープが世間に広まり、本人たちもかなりお怒りだったようです。実はこの噂はヤフー知恵袋に投稿された質問によるものでした。坂本冬美さんは星野誠一さんの子供を産んだのですか？という内容で、その回答で本当ですという返信がベストアンサーに選ばれてしまいました。完全な作り話ですが、星野さんが亡くなってしまった現在では真相を突き止めようもありませんよね。現在は、実は坂本さんは2019年に入って長年交際していた彼氏と破局したことを衝撃告白したのです。一周回って知らない話で司会を務めている東野幸治さんから結婚の予定を聞かれると、結婚は考えたことがあると返答します。しかし忙しかったりと面倒に思い、結婚どころではなく10年愛を続けていた彼氏と破局したそうです。どんな彼氏かは語っていませんが、今後も新たな恋人とのお話を聞ける時が来るかもしれませんね。